茂原、八石湿原。茂原、八石湿原。茂原、八海湿原は、かつて、千葉県茂原市と調整郡調整村にかけて、存在した湿原である。千葉県のほぼ中央部、九十九里平野の南端に近い、この地はかつて、小宅地や湿原、原野や山林などが広がり、大変多様性のある、植物群落であった。特に、 現在では絶滅危惧種にも指定されている植物が多数自生し、中でも食虫植物やかやつり草化植物が豊富であった。そのため、1931年、昭和10年から1935年、昭和14年、調査のためこの地に3回ほど訪れていた植物学者の牧野富太郎が、1958年、昭和33年に発行された。 千葉県植物市の冒頭文で、まさに植物の宝庫である。と絶賛していたと記載されている。また、同書には、植物採集地案内として、糖質源と共に7、村関付近、現在の長生村市松手付近、驚き海岸市をなす湿地が、湿地性植物の宝庫として、植物採集に適した場所であると紹介されている。それらの中でも特に、現在の外房線、 当時は、房総東線の茂原駅八石駅間の周辺は、大関関、うぬま関などの関や、大土部と呼ばれる広大な湿原が広がり、ところどころ、深田や松林が点在していて、松林には、沖流さや武者林道も見られた。1935年、昭和10年11月、市松村7、村関、現在の長生村市松帝付近の市松村、肉食植物が、 他種の食中植物が一箇所に群生し、食中植物以外の一寸天付き、ゴマ草などの湿地に見られる珍しい植物も自生しているとして、千葉県指定天然記念物に指定された。しかし、その大出現も、1960年代を境に、様相が変わりつつあった。1960年代に入り、農地開拓事業が進められるようになったのである。大部分の出現は、 水田と化し、灌溉排水設備が整うに従って、湿原や水田は乾燥化し、それに追い打ちをかけるように、湿原が宅地化、工業用地化され、次々と埋め立てられていき、植物にとっての湿原環境は、急激に狭められ、景色も一変したのである。このような状況になり、湿原保護の必要性が強く論じられ、それにより百七十一年、昭和十六年、 朝生村食中植物等保護委員会がようやく設置され、保護、教育普及活動が開始された。同年11月、保護委員会は、朝生村の保護植物という冊子を発行し、この中では、寒気性と暖地性の植物が混成し、広大な出現、小宅地のため種類、数ともに多く、海岸寄りには、遠征湿地も存在する。ようやくなどの特異性が述べられている。 1973年、昭和48年には、保護委員会により、長生村にが大、口実の二が、大総合公園内の湿地と同所とされるの、孫有地に、植中植物発種を移植し、一旦は定着するが、管理が維持されなかったため大半が消滅した。翌1974年、昭和49年、同村やぶ塚で、 千葉県環境部による自然環境保全地域のための学術調査が行われた。翌1975年昭和50年2月に自然環境保全審議会が開催され、同年3月、調整の湿地帯自然環境保全地域として、県条例に基づき指定するため周辺の約8ヘクタールが、 保全予定地として投信された同年9月の工事段階になっても当時の地権者の同意が得られず、指定保留のまま予定地の大半は調整、村西部工業団地に編入された。周囲は造成され、予定地は約2.5ヘクタールに縮小し放置された。その後の1981年、昭和56年5月10日に行われた保護委員会による調査によると、 造成は進行していたもののこの時点では多く、食中植物や失踪植物が記録されていた。そして1988年、昭和63年に行われた千葉県、自然環境保全地域等変遷調査では、調整村の湿地帯として、周辺の調査が行われたが、放置により繊維が進んだため、湿地の大部分が、ヨシアセータカーワなどの大型植物に覆われ、 食中植物や小型の失笑植物が激減しており、食中植物は長場の石持草と小毛ンゴケがわずか2点で見られるのみった。周辺の湿地が消えてゆく中1992年、平成4年、長生村ヤブ塚の工場敷地内に、豊富な植物省の0.7ヘクタールほどの小規模湿地が発見され、調査が開始された。 この地は保全予定地に隣接しており、1941年、昭和16年から1950年代まで、茂原農学校を越え農場という実習農場であった。県、村、工場と湿地を保全すべく協議が進められ1993年、平成5年、村の移植により、町政村湿地生態調査団が組織され、専門家らによる調査が開始された。この湿地は、 道路と造成地に囲まれ、埋め立てが計画されていたが、村の要請により計画が延期された。このように、湿地の状態を維持することが困難だったため、同年11月から、毎年市からの復元を期待すべく、ブロック状に剥ぎ取られた氷土や植物を移植する、実験が行われ、道村2が第の2が、大総合公園内の湿地に移植された。移植地では、毛小毛 長場の石持ち草、耳かき草、小崎の耳かき草などの食中植物や糸犬のヒゲ、ヒメナエ、ヒナのカンザシなどの小型の失笑植物が出現し、移植は1997年、平成9年7月まで続いた。同年、県、村、工場、調査団などによって構成される調整村、湿地植物復元事業検討会議が設置され、保全のための対策が検討された。 その結果、地下水上昇を測るため、湿地の東側に調整地と保全緑地が設置され、工場により管理されていたが、湿地の植物症が再発見当初よりも著しく、劣化していたため1998年、平成10年、北側の一部を残し半分近くが埋め立てられた。その後残された湿地は、2003年、平成15年に、 朝生村湿地植物生態調査団により、行われた調査で、三河春治がやが一部群生し、食中植物の小毛ンゴケ、湿章植物の犬ンブリが、わずかに残存するのみで、湿地の復元は困難と思われ、豊富な植物症を保全するという指定要件が、失われたため保全指定予定区域から除外され、2004年、平成16年7月、 千葉県環境審議会自然環境部会報告第1号でその旨が報告された。除外後も1998年、平成10年に県、村、工場により締結された自然環境保全協定により調整地や保全地は保全されている。また植物が移植された湿地は現在は2が大総合公園失笑植物園として開放されている。また2005年、 平成17年には、茂原市の千葉県立調整高等学校で、昭和初期から1960年代にかけて、主に同校周辺で、生徒らによって採取された約1500点、種数にして200種以上の貴重な植物標本が発見され、千葉県立中央博物館に移管された。この標本の中には現在この地では、ほとんど見られないトキソやサギソなどの、 絶滅危惧植物が含まれ、当時の多様な植物賞を誇った出現であったことを伺わせる貴重な資料である。2が、大総合公園失笑植物園に移植された植物は現在、長生村湿地植物生態調査団などの専門家や、2003年、平成15年に結成された地元ボランティア団体らの手により、夏季の大型植物の抑制や、冬器の全面刈り取りなど、 定期的な管理、調査や年3回の研修観察会を実施するなどの活動を実施している。社体の植物は現在でも2が大総合公園出生植物園で見られる植物。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。